ハイマンが打てばこの人ドイルも打ちます。2エンド2の5球目、これ小玉にねフォークを投げたんですけどね、はい、高めで来まして棒玉になりましたね、まあそれにしましてもねドイルのそのバッティングのうまさはね光りますね。うまいですね。左中間のツーベース、河野と新井が帰って3点目です。門田がレフトフライに倒れてピッチャーは2人目の森。このドイルの当たり、そして走塁なんですがね、そうですね、まあ、カーブをうまく引っ掛けたんですけどね、それからのベースランニングですよね、ヒットスライディング、もうこういったプレーはね今日その大阪球場に見に来てくれたお客さんが、ね、本当にね、フォアボールの新井を一塁に置いてドイルのこの一発、ドイル2号ツーランで4対3、その差は1点です。河野サードゴロの後、池上がフォアボールで出塁、そしてドイルです。まあ、これヒットエンドランなんですけども、一発屋がいないということでね、何回とすればですね機動作戦できましたですね、これがミットしてドイルです。このドイルはいいバッティングしますね。ツースイーカーなんですけどね、インコースのちょっとボールが高めに入ってきましたですね。吉田が帰って3対2です。彼本来のですねうまいバッティングをやったできたと思いますね。二塁からピンチランナーの山本和則が帰りました。そしてこのドイルです。高橋ね、これチェンジアップのこれシュートを放ったんではないかと思うんですけどね、スピードも中途半端だったしね、またボールもちょっと高めに入ってきましたね。センターの左を襲う二塁打となって新井がホームイン、5対3と、またホークスの素晴らしい守りが出ます。このドイルなんですがどうでした？はい、身を挺してね、これ抜けていれば一塁三塁ですよね、ダブルプレーにはなりませんでしたがね、はい、はい、2番新井のセカンドゴロで河野が二塁ワンアウト、そしてドイル、このバッターもしぶといですね。はい、さあこの後昨日からスタメンに復帰したばかりの4番5番、ロッテの先発水谷から1番2番と連続三振を食ったんですが、このドイルがね、はい、まあ、引退のね真ん中に入ってくるカーブがね、大宮が起こりました。そしてドイルライト右へツーベースで1点を追加。まあ、これでね真柴もちょっとね精神的にねがっかりしたんではないでしょうかね。一方日本ハムは田中幸雄の先発で1回その2番のドイルに早速第1センター間、これが2ヶ月ぶりの先制4号ホームラン、1対0とホークス最先のいいスタートを切りました。ワンアウト後ドイル、今日はホームランが全て外人パワー、ワイフのエリザベスや娘のサマンサも連れてきているし、ここで打たないと頭が上がらないよというドイルです。6号ソロホームラン、4対2、あっという間に3点を返し、3塁1塁から今日は7番に下がったドイル、ライトへの固定ヒット、これで2者生還、8対6と逆転、スチール成功。そしてそのドイル、まあ、この辺しますとですね、はい、なんかロッテの自滅でですね、何回優勝しましたですね。これで2塁1塁で7番のドイルです。まあ、ボールが先行して苦しいという形にはなっているんですけれどもね、はい、ドイルが打ったのもストライクを取りに来たボールが高めに来ているというところをすかさずドイルが打ったですね。ドイルタイムリーツーベースで何回2点先行というところだったんですが、このドイル2-3までね全部直球、これまた直球なんですね、まあこのもう少しねこの変化球を投げてもよかったと思いました。しかしねこのドイルは低めのまっすぐの球をね、はい、すくい上げました。素晴らしいバッティングでしたね。そうでした。ハイマンを一塁に置いてドイル、ピッチャーは小野に代わっています。まあ、今日のね小野は少しね自分のいつものあのピッチングが角藤本のヤングの対決、1回の難解、トップのドイルいきなり初球、これインサイド寄りのストレートでしたが、結果的にはセンターオーバーのツーベース。一昨日も大変な試合だったこのカード、今日、はい、最悪のケースになりましたよね。そうでしたね。吉田倒れて2アウトから1番のドイルです。これ外角のカーブなんですけどね、ただカーブという感じだけでねキリがないですね、はい、ドイルの12号です。道のくシリーズから1番になりまして引っ張らなくなったのが4番は松沼正幸の先発だったんですが、これも里山と同じように立ち上がり方ですね。そうなんですね。まあ、あの2点もらったということでですね、ぐいぐいストレートで押すんですがね、変化球はストライク入らないんです。